展開型ゲームとはゲームの表現形式の一つであり、ゲームの木と呼ばれるグラフの形式で表現されたものである。ゲームの表現形式には展開型と標準型と特性関数型の3種がある。ある非協力ゲームは展開型でも標準型でも表現できるが、展開型の方が情報量が多い。特性関数型は特に協力ゲームの表現に使われる。 展開型ゲームは、ゲームの木、プレイヤー分割、偶然手番の確率分布属、情報分割、利得関数の5つの要素で記述できる。ゲームの木は点で示される濃度と2点を結ぶ、有効線分である枝とからなる。濃度は、状態とも呼ばれ、ゲームの一つの局面を表す。枝は一人のプレイヤーの意思、または偶然による選択により、ある濃度から別の濃度へ、 繊維できることを示すもので選択肢とも呼ばれる。濃度は分岐点と頂点に分けられる。頂点はそこから枝が出ていない濃度、すなわちゲームが終了した局面を示す点であり、各プレイヤーの利得が与えられている。利得は利得関数とも呼ばれ、プレイヤーの数だけの成分数を持つベクトル量として表せる。分岐点は頂点以外の濃度であり、手番とも呼ばれる。 各手番では一人のプレイヤーの意思、または偶然により、その手番から出ている、選択肢の一つが選択されてその先の手伝いに、遷移する。偶然により選択がなされる手番を、偶然手番と呼ぶ。また、プレイヤー項の意思で選択がなされる手番を、項の手伝いと呼ぶ。プレイヤー分割とは、手番の集合を、各プレイヤーの手伝いに分割したものである。 偶然手番の確率分布属とは、偶然手番での確率分布を定めたものである。そこに遷移する選択肢が一つもない分岐点を定点と呼び、これはゲームの初期状態、つまり出発局面である。以下に奇数偶数ゲームを例としてゲームの木を示す。これは、双方が偶数か奇数のどちらかを示し、示された数の和が偶数なら、A の価値で奇数なら、 b の勝ちとするゲームである。各局面が枝を選択するプレイヤーの他にどのようなもので定まるかの具体例をいくつか挙げる。チェスやダイヤモンドゲーム、レンジュ、リバーシュなどでは各局面は盤面の各位置のコマの種類で完全に定まる。将棋ではさらに各プレイヤーの持ち駒も含めれば完全に定まる。チェスや将棋では頂点は積みや ステイルメイトの局面であり、そこでの各プレイヤーの利得は例えば勝者がプラス1で敗者がマイナス1と表せる。リバーシでは頂点は盤面すべてに石が置かれた局面であり、利得は盤面にある各プレイヤーのコマの個数である。5では利得はいわゆる地の数である。カードゲームでは各プレイヤーの手札と獲得した札、および場にさらされている場札および 山札で局面が定まる。例えば、コントラクトブリッジやホイストでは、頂点は各プレイヤーの手札がなくなった局面であり、そこでの利得はそれまでにとったトリック数である。カードゲームの利得には他にも、各プレイヤーが獲得していた札の枚数や点数、獲得した札の組み合わせで定まる点数など、ルールにより多様なものがある。情報分割とは、 手番の集合を情報集合に分割したものである。プレイヤー校の情報集合とは、校の手伝いからなる集合であり、一つの情報集合の中のある手伝いにいるとき、校はその情報集合の中のどの手番にいるのかを知ることができない。例えば多くのカードゲームでは各プレイヤーは自分の手札とは札しか知ることができず、他のプレイヤーの手札と山札は知ることができない。 つまり自分がプレイしようとするときに現在の局面はある複数の局面の中のどれか一つであることしかわからない。このとき自分の手札と場札はわかるが他の札の状態はわからないので現在の局面には知らない札の組み合わせの数だけの可能性がある。これらの可能な局面つまり手番のすべての集合が情報集合になる。 ジスなど多くのボードゲームのように自分の手伝いの状態を全て知ることができるゲームは、全ての情報集合がただ一つの手伝いを持つゲームと定義でき、このようなゲームを完全情報ゲームと呼ぶ。完全情報ゲームではないゲームを不完全情報ゲームという。麻雀、七並べ、大富豪、ウノなどは相手の手札が見えないので不完全情報ゲームである。じゃんけんのように、 各プレイヤーが同時に刺すゲームを同時手番ゲームと呼ぶが、これは各プレイヤーが順番に刺すが全員が差し終えるまでは、他のプレイヤーの指し手が隠されている不完全情報ゲームと同値である。先に例示した奇数偶数ゲームも同時手番ゲームの例である。全プレイヤーが自分の過去の選択肢を全て記憶しているゲームを完全記憶ゲームと呼ぶ。完全情報ゲームは、 完全記憶ゲームである。完全記憶であり、不完全情報であるゲームの木の例を図3に示す。また不完全記憶ゲームの木の例を図4に示す。図4のプレイヤー A のように、一手前の記憶を喪失するプレイヤーは、想像しにくいが、例えばプレイヤー A を2名のチームと考え、手番と手伝いでは別のチーム員が指しチーム員同士は、情報交換ができないとすれば、 現実的な一例となる。完備情報ゲームという言葉もあり、これは全プレイヤーがゲームのルールすなわちゲームの木の全体像を知っているゲームである。現実の戦争や経済行為のゲームはほとんどが完備情報ゲームではない、すなわち不完備情報ゲームである。しかし不完備情報ゲームは情報が不明な部分を偶然手番に置き換えることにより、 完備情報ゲームとして表現し解析することができる。標準型ゲームは戦略型ゲームと呼ばれることもあり、各プレイヤーの選択肢の組み合わせに対応した利得で表される。例えば、奇数偶数ゲームでは各プレイヤーの選択肢は、偶数か奇数かの2つであり4通りの組み合わせの利得を標準型で表すと、字1バイトのようになる。 ここで一方のプレイヤーが先に選択肢を選び、他方のプレイヤーは何が選択されたかを知らずに自分の選択肢を選ぶと考えると展開型の表現になる。後手の手哲いでの情報集合は2つの分岐点を含んでおり、このゲームは不完全情報ゲームだとわかる。標準型ゲームでの各プレイヤーの選択肢を純戦略と呼ぶ。単に戦略というと各純戦略に それを選択する確率を与えたものを指す。奇数偶数ゲームの例では例えば、偶数を60%の確率で奇数を40%の確率で出すというのが一つの戦略の例である。ゲーム理論の初期の主要な課題は、標準型ゲームでの戦略と平均的利得の関係の解析であり、利得表が分かっていることが前提であった。 日本数学界、岩波数学辞典第3番岩波書店、岡田明、ゲーム理論有比格、佐々木博入門ゲーム理論、戦略的思考の科学日本評論者、武藤茂夫、ゲーム理論入門日本経済新聞社。ありがとうございます。